サンドロマリア・フリッツェリということなんですが、かなり大作といいましょうか、バイオリン協奏曲を書いたり、シンフォニー書いたり、たくさん視点を書いてるんですけど、非常にこう、なんというか、未研究というか、忘れられた作品の一人なんですね。時代的にはハイドンとモーツァルトの間になりますけどね。で、辞書を見ると、とても優れたバンドリニストであったというのが出てきます。実はバンドリン曲は、ムツのソナリというのがあるらしいんですけれども、この時代の楽曲というのは、もうなかなか発見されないものが多いので、まだ見つかっていないんです。だからこれが演奏いたしますのは、バーリンの2人というのですが、もうバンドリン弾きが解説とは思えないような、バカみたいに難しいです。なので、まあ、さほどバカだったんだろうなと思いますね。そういう、多少、まあ、割と時間的には長いですけど、非常に聞き応えがある。